あ、どうもこんにちは、グレゴでございます。ですね、コニカルシールにですね、今ちょっとオイルが止まったところなんですけれども、じゃなくてですね、今回はい、ちょっとここにチラリと置いております、見えております。アトトのナビさんをはい、ちょっと簡単に、ご紹介させていただこうという感じでございます。また最新でございますね。最新ですかね、新しいですね、とりあえず。まあ過去もはい、このクレスタにですね、アトトさんのナビつけさせていただいてるんですけど、同じ7インチでございますね、のまあ新しいバージョンですよ、 F7 の XE ですね。はい、ご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず何よりもオルニジミがもう気になって気になってしょうがなかったんでですね、ちょっとそっちをまず止めてたんですけど、で、はい、アトトさんですね、まあ Android ナビ、なんか最近安くなりましたね。前もそんな安い価格でしたっけ、なんかお手頃価格的な。そうっすよ、取り付けどうしましょうかね。まあ前回も前回というかこのクレスタで、まあ取り付けも本当同じような感じで取り付けさせていただいてるんでですね、だから取り付けはまあざっと的な感じでやっちゃいましょうかね。で、まあ過去の動画をですね、多分こっちらへんかなに、はい、出しておくので、ちょっと覗いてみてください。無理やり取り付けてみた的な感じだったんで、まあちょっと今回どんな感じで取り付くかは分かんないですけど、まあ同じタイプなんでですね、まあ同じように取り付けれるんじゃないかなという感じでございます。あ、ちゃんとはい、電話用のマスクじゃなかった、マイクと、あ、最近あれですよね、若干ワイドタイプの、オーディオのこのパネルまで付いてますね。で、Wi-Fi アンテナで、まあ取り付けステート、ステートこのやつあったっけ、なんだこれ、あ、枠ですね。まあ隙間が空いてるやつの場合のための枠、まあ一応なんか説明書とかいうか説明欄的にはもうなんか7インチじゃなかったらダブルディン、まあ2ディンですねの、オーディオがつくやつには全部つきますよ的な感じで書いてあります。おお、フィルムも入ってますね、2枚も。はい、でちょっと英語ですけど取説、あ、日本語もありました。トラブルシューティングオーディオアンドロイド、じゃあカープレイとアンドロイドオートの接続ですね。今回はそうですよ、以前はですね、まあ、電線つないで共有とか、まあ、ネットつなぐ場合はテザリングとかで、まあ、つなぐことをしないといけなかったんですけど、今回は Wi-Fi でもつないでくれるんですよね。今回のやつはまあまあ本当にいいんじゃないかなっていう感じでございますね。まあ、前のやつがダメだったのかっていう話になっちゃいますけど、そういったら、いや、いいと思うんすよマジで。組み立てガイド、はい、一応はい、日本語でも書いてあります。ああ、なんか取説もいっぱいありますもん、シリーズシステム操作マニュアル、はいはいはい、あ、操作方法がいろいろあるわけですね。あ、まあ取り付けというかそうですよね、今回もちょっとこのタイプなんでですね、また全部ちょっとこの端子をつけてあげないとっていう感じなんで、まあその辺ははい、一応オプションでなんか出来上がってるのもあったりするんですかね、まあよくわかんないですけど、まあとりあえずはい、ちょっと端子をつけてあげないとっていう感じなんですよ。まあだから過去に同じようなアトトさんのナビつけてる方とかですね、まあ多分そのまま変えるだけでいいんじゃないですかね。で、はい、本体がこちらでございます。じゃじゃんと、箱はこれだけで中に入り込んでます。そうなんですよ、また本体薄っぺらっていう通輪ですけど、また薄っぺら、前のやつも多分結構すっからかんだったんですよね。ちなみに操作パネルというか、ちょっと開けてみます。操作パネルが以前自分が付けさせてもらったやつと同じじゃないですかね、まったく。おお、はい、じゃじゃんと、おえ、超綺麗、反射もいい感じにしております。ずっと反射してます、気持ち悪い。ちょっと XE か、F7 の XE ですね。はい、というわけでざっと取り付けていきたいと思います。取り付け一緒じゃないかな、本当。さあ、というわけでですね、取り付けをやっていきたいんですけど、わ、久々やな。81のやつなんかちょっとこうしにくいんですよね。どっちや、これここのやつを外して、81の方ってよくおられますよね、こいつが動かなくなるという。自分のやつは、はい、こっちか、バッチリで元気でございます。だいたい押してダメなら引いてみろで、意外と押したら、オープンを押したら動き始めるというですね、センサーが微妙に当たってなくて、なんかはい、動かなくなることがあるんですよね。まあ81乗りの方限定でございますけれども、というわけでこいつを外したらピンがポリンってどっか行くので、気をつけながら、うっ、危ねえ、ここにおる。あれ、これ GPS ついとったっけな、 GPS ないとか。あ、てか GPS アンテナないとか。じゃあもうほんと、まあ、つないで電話とかされる方の場合はですね、マイク取り付けをこう引いて、まあ、この辺にこう持ってこないといけないんでしょうけど、ちょっとよく見えてないですけど。あー、そっか、外さんでよかったやん、シフトの分。ジュースホルダーを外す。
まあ、ただ81の場合、前回の動画その見てもらったら分かるかもしれないですけど、ちょっとこうこの奥側後ろ側だけはなんか削ったんですよね、取り付けるときに。じゃないとなんか窮屈だったような記憶があります。暗くこの81のカバーの方、ああ少しですけどね、まあ、分かんないんですけど、ここの上のところ、まあこやつでサンダーにつけるベルトサンダーで地道に削ってあげます。あーそういうことか、メーター側もがっちりなんかはまってましたね。あーだから理想はこっちのメーターパネルも外した後外すって感じだったんですね。これでやっと多分来るのかな。なんか硬い。あーここのコネクターもなんつったらいいですかね、まあ81の人限定ですけど、このこう隠れて指が入らないんでですね、でここのポッチがこうちょこっと出てるんですよ。でこいつをこうなんかこうだから後ろからこうピンを押せる的な感じの作りですね。これを押してゴネゴネすれば引っこ抜ける的な感じでした。まあでもこっちから外しやすいようになんかそういう風な作りになってるんでしょうね、このコネクターって。小さいところまでだから手掛けられてるんですよね、この年式の車って。意外とよし、ここまで来るともう引っこ抜けるとかな。どこやったっけ。よっしゃー、はい、久々救出でございます。ああ昔の跡でも意外とあれか、大きかったとか。よっしゃー、これで81、はい、あるあるなんですよ。ちょっとこの辺の全部バラしてからこう真ん中に挟む的な感じなんで、ちょっと場所移動します。あそっか、ちょこれ今外してみて分かりましたけど、前回は多分車体を教えて購入するときに、で多分オプション的な感じでこいつをいただいてたんですよね、トヨタ専用。まあ、だから多分これカプラーオンでしたね。だからその辺を気にされる方はですね、一応カプラーオンでもありますよってことですよね。あまあ過去のやつと電線の色は全部同じですかね。はい、まあ一応ですね、こんな感じで、何色が何っていうのが書いてあるので、まあそれに合わせてこう端子などを、まあつけてください的な感じですよね。ちょっとこの専用コネクターがなかったらまあ面倒ではありますけど、一個ずつはいつけてくださいという感じでございます。はい、ということでバラしていきたいと思います。よっしゃ、はい、これがエアコンで、デッキ軽っ本当に軽前のやつ。はい、でじゃじゃーんと、感じ的には全く同じじゃないですかね。あーちなみにこんないっぱいあるんですね、サブ派に。映像は123とか3色ケーブル 2種類あるんですね。で、あとはこれなんだ、ロム、レン、リン、レ、レ、ルーク、はい、わかりません、はい、わかりません、こんな感じでございます。はい、で、専用ステーカー、まずはこうか、押さえつけて、あーなるほどなるほど、はいはいはい。取り付く場合はこっちでもいいわけか。まあこのいろいろ汎用的なのステーと、あ、メイン的なステーと、このこちらの半分のステー的な感じですね。自分のやつの場合はまあ、こう来て、そうよね、ここが出てくるこの感じ大切よね。あ、前回といい感じ、同じで金属ステーが来るんで、うん、まあ自分の場合はなんかこっちつけた方がこう何箇所も止めれてしっくりきそうなので、こっち止めます。ちなみに横は専用でちゃんと、はい、なんかちっちゃいネジが付属でついております。結構穴があるんでですね、まあほとんどの車種はもうこれ多分つけれることできるでしょうね、問題なく。よし、あとは元に戻していくだけです。そうっすよ、ちょっともう今ネジ締めちゃいましたけど、ここ分かりますかね、この上だけ削ってるんですよね、81の場合ですけどね。だからもし81の方でまだ取り付け1回もしたことなかった方はですね、ちょっとこの辺の微調節というか削りだけをちょっとしないといけないっていうのだけを覚えておいてください。はい、あ、81のことで、はい、気になるならその過去動画の方をよろしくお願いします。はい、じゃじゃーんと完成しました。まあデザイン的にはそんな変わんないですね。一番大きいところはまあプラスマイナスオーディオのここの部分ですね、
まあ逆になりましたかなって感じぐらいでございます。まあこれが本当なんですけどね。よっしゃということで車体に行きます。車体に行きます。さあちょっと Wi-Fi アンテナも早く忘れなくつけておくんですけど、もう短いんですね、まあ、だからはい、これをこの後ろに、取り付けだけしてもうペロンってどっかに当てていいんじゃないですか。はい、わかりますかね。ここにおります。まあシールド線になってるのでこの真ん中がぶっ刺さるまで、よし、これであとはラジオのアンテナを忘れなくと電源ということでちゃっちゃか戻していきます。一応はい、こうテザリングというか Wi-Fi リンク、電話リンクで一応 USB がついてるんでですね、これもちょっとまあせっかくあるので表に出すようにして、取り付けておきます。ちょっと電源つけてみたいと思います。これでつかなかったら何の意味もないんで、オン、チャン、はい、つきました。うん、とりあえず問題なく電源入ってますね。ホームメニュー、なんだ、なんか新しくなりましたね。全然違います。また USB、オーディオオート、Apple CarPlay。 あーなるほど。だからちょっと今携帯ないんで、まあ何日かこう使ってみて、それなりに説明していきたいと思います。とりあえず電源 OK ですね。 GPS がないってことは、まあよくよく考えてみれば、だからもう Wi-Fi でテザリングもするっていう前提な感じなんで、 GPS はもうもともと機能してないんですね、デッキ側には。だからもう携帯と Wi-Fi でやり取りするんで、携帯側の GPS ってことですよね。てかもうテザリングとはちょっと今違いますけど、こう共有するのが当たり前的な感じなんですね、もう携帯と。そういうことですよね。しゃあ完成でございます。 Yeah.